はい、皆さんこんにちは、ピカです。天外魔境2万字丸やっていくよ。はい、前回まあここのね、お殿様がまあこの火の勇者僕らに、肉助のね弱点を伝えようとしたところ、まあお姫様がなんと肉助で豚に変えられてしまったんですが、まあ今ある情報としては、まあ前回あの根の島を引っ張るという、2本の綱のうちの1本を取ったんですが、まあそのもう1本ね取ってないんですけど、そのもう1本がまあここの岩見国のね、まあ山にあると、その綱を取るべきか、まあニックのいる、暗闇城に行くべきか、ちょっとわかんないんでね、まあまた外に出て、ちょっとうろついてみましょう。はい、で地図で、なんか丸がいっぱいあるんだよな。あの下のこの真下のでっけえ城みてえやつが暗闇城だよね。その暗闇城に来る途中になんか町を潰さずに残しておいたのよって肉助がね言ってたのはあれなんだろうか。まあとりあえずはあのこの右のね赤丸に行ってみようか。そこがダメならまたねちょっとうろついてみよう。巻物術の花道。ここドグロボで入れそうだから、おそらくここが綱あるとこじゃないかな。あ、これだ、佐姫山。はいはいはい、オッケー。そしたらまあ手っ取り早く綱を探そう。あんなもんは無視だ、いらん。よし、国引きの長綱を見つけた。よっしゃ、これでそしたら綱引いてみっか。まあまた出雲国に戻らなければいけないがね。とりあえず出雲国のその綱引けるところにね行ってみましょう。それでダメならまあまたこっち戻って、まあ根の城行くなり考えてみよう。これで2本の綱は手に入れたからね。よし、そこまでワープだ。
と預かり場から綱をね取ってこないと。何これ、ぐええ、シロの首は俺預けたら、え、どういうことですか、うん、預けられませんってどういうこと、ま、え、なんでシロ生きてんのかまだ、くそ、ぐふ、繁殖してるよ、ツナツナ、ああこれがよし、ちょっと卵売り飛ばしてくる、え、耐える、そうなんだ。どう。ああ、何食ったんだこいつら。なんというか引っ掛けるところ、うん、この海の向こうに根の一族の村があるって聞いたが本当かね、だとしたらやべえよな、引っ掛けれる、ダメダメなんか、なんもならんねえ、なるほど、あ、了解、わざわざ来たのにな、そしたら暗闇城に行くしかないみたいですね、うん、まあとりあえず綱は預けておきましょうか、よし暗闇城に向かうぜ、よし戻ってきたが、まあ、どっから行けばいいんだろう、とりあえず下に行く、村ある、入れねえ、入れん、関所か、足元村、北の津和野町じゃ町民の半分が地獄釜の肉助に豚に変えられたとかで大変なことになってるらしいが、南の方の六日市村っていうとこじゃもっとひでえことになってるよ、なぜかこの村は平気なんだよな、やっぱ一般人と心がけが違うから根の一族たちも恐れ多くてこの村だけは避けちまうんだろうぜ、どう違うんだ、そこの店で売ってる刀や剣は真っ当な店ではちょっとお目にかかれない代物ばかりだ、何しろ売り物が全部盗品ばかり、ほほほ、大した細工でもねえのによ、そこの洞窟の中に囲いを作っただけで結構な駄賃弾んでくれてよ、商売人ってのは何考えてんだか、どうやってあんな小細工一丁で金を儲けるんだろうな、あっち側行けないってことか、
こんなところに村をこさえて、旅人からとんでもなく高い宿賃を踏んだくるのかと思ってたんだが、蓋を開けてみたらたったの1両、今時良心的な宿じゃねえか。おら見直しちまったね。足元兄弟もついにとと心を入れ替えたんだよ。どういうことだ。ちょっと待て、まず武器屋から行ってみようか。万事の大将のために駆けずり回って、他では手に入らない品物を集めてまいりやした。ジパングのため、正義のため、他でもない万事の大将のため、特別価格でご奉仕しやしょう。いや、どぐらこロボでお前1000万両儲けてまだか。へえ、プラス1、永遠に不滅の太刀、攻撃11、これ本当かな。これはめちゃくちゃ高いじゃないかな。梅こけしは普通通り、本当かこれ。まあ一個買っとくよ。万事の大将は些細なことで文句をつける小せえお人じゃないと信じておりやすよ。壊れるんじゃねえだろうな。うん、まあまあまあ、どうなるんだろうか。もしもまがいものだったら、あのおかまの首が吹っ飛ぶっちゅうこっちゃ。いつでも気軽にご利用くださいましな。家賃もリーズナブルでしがしょう。でへへ。おいおい、なんですか。入ってきた入り口からしか出られないってのがこの宿の唯一の決まりなんすよ。でへへへ。なに？おや、万事の大将、正義のために少しでもお役に立とうと宿屋を作ってお待ちしておりやした。一両でござんす。お泊まりになりますか？うん、泊まるよ。それではごゆるりと。この次もご贔屓のほどよろしくお願いしやすよ。まさか俺たちから盗んだんじゃないだろうな。あ、盗んでねえかと、うん、盗んでねえな。どういうこっちゃ。まあ技たちは回復してるね。本当に1両だったのか。え、ちょっと待って、これ何これ、早いぞ。今さらだけど速く走れるのあったの？本当に今さらだけど、もうなんだここ。いや、速っ。そんなあったんか、知らんだ。もしかして敵遭遇率も、黄昏ど敵遭遇率も落ちる。いや、落ちるよ。みんなこれ知ってた。ゆっくりもっさり走ってたら、歩いてたらさ、5歩歩くごとに敵とぶち当たるんだよね。これぶち当たらないよ。いや、嬉しい。これ知ってたみんな。いや、こりゃ嬉しいわ。こりゃ嬉しい。敵
敵出るところかこれ。単に敵出ねえのか。出なさそうだね。なんだろうこれ。なんだなんだこれ。黄昏れるんじゃねえよバカ野郎。タバカリ堂だな。あ、こう登れるね。あ、出るわ、敵出るわ。へぇー、遭遇率ガクーンと落ちるぜ。そんなのあんの？じゃあ体術いらねえ。まず試してみろ。あ、倒せねえな。こいつは倒せねえな、強えな。何爆発したんだ。折れた。やはりか。くそー、まがいものをつかませやがったあの野郎。あ、出たぞどっか。あー、ここどこだ。あー、ここか。まず天狗の方行けそうだと。あー、めんどくせえから花道使え。あ、じゃあ、これね。これで右の方行けばいいのかな。全然わかんねえな。広すぎだな。いや、強いよ。ああ。復発された。天狗はあっちか。あっち側の橋から行くのか。ということはとりあえず、まあ左側のね、洞窟抜けて左側にあるまた
村に村か町に行けばいいっちゅうことかな。まあ出雲の国の暗黒乱って俺き今切るのかな。まあまあ、暗闇城行ってその暗闇城の右上の暗黒乱を、暗黒乱あんのか、しかし暗黒乱の場所咲いてる場所とか全然言わねえよね。とりあえずまあ暗闇城の方行きましょう。どこ行けばいいんじゃこれ。どっから来たっけな。とりあえずあこ抜けたいんだよな、左に。よっしゃ、行けたかな。あれさっきの策だよな、コースだよな。行けそうか。抜けたか。よし、抜けた。あー、黄昏れとババガヤロ、あーひどかった。六日市村、なんじゃこの村は。高級な宿があると聞いていい商売ができると踏んできたのによ。ブブブヒ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 ブブリリリ。ブーブーヒー来て、ブーブーヒヒブー、力がブーブーもうない、ブーブヒブヒ殺し、ブヒクリー俺ブー殺し、ブヒもう嫌よ。いくらこの豚が父さんと母さんだと分かっていても世話するのはごめんだわ。こきまくるもの。どうせ私も近いうちに豚に変えられて食べられちゃうんだし、人のうちにやりたいことがあるわ。本当にね、大変だよな本当に。どうかしてるよ。村がこんな時にわざわざ誰も泊まらない宿屋を買い取った商人がいるなんて、何考えてんだろうねあいつら。ブヒ肉すけ、ブヒ食われ、ブヒ暗闇、ブヒ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 ブー、もうすでに豚になりきっているようです。ブヒヒグフ、わかりました。肉すけめ、地獄釜の肉助のやり方はいつも同じ。村人の半分を豚に変えて残りの者に世話させるの。頃合いを見て豚を暗闇城へ連れていくの。その後残った村人の半分をまた豚に変えるの。豚を上手に太らせればその腕を見込まれて次も人間でいられるの。このままだと気が狂いそうだわ。ブヒブヒ人間ブー、ブヒブヒマンジブー、ブヒブヒブーブブブタブーヒヒブヒ、わかりました。ブー歌舞伎ブヒ歌舞伎、はい、おそらく歌舞伎さんに逃げられたんでしょう。
この豚たちは私がお腹を痛めて産んだ子供たちなんです。いつ肉助が来てこの子たちを連れて行ってしまうかと思うと、肉助に食われるならいっそ。ぐへ。火の勇者様、私の気が確かなうちにどうか暗闇城の肉助を打ち倒してください。わかりました。あなたに食わせるわけにはいきません。待っててください。これで終わりか。あの宿屋どうなんだろう、何なんだろう。はい、何考えてんだろこいつら。おや、万事の大将、正義のために少しでもお役に立とうと宿屋を作ってお待ちしておりやした。一両と9999両でござんす。お泊まりになりやすか。バカ野郎お前、アホか。一両引く9999ってお前何両になるんだよお前、バカ野郎。ねえ、冗談ですよこれはね。1万両じゃねえか、まあ、いいえだよ。ねえ、いくらピカが豚だからといって、そこまでね頭悪くねえからね。ああそっか、そしたら暗闇城に行けばいいのかな。なるほどね、この先が暗闇城か。分かった。はい、そしたらね、今回はここまでにしときます。ではまた次回、肉すきを料理してやりましょう。またね。